はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。このチャンネルでは自由民主主義、基本的人権の尊重、法の支配を守り、ウクライナの平和と国際平和を守ることが極めて重要であるということ、そうした思いを皆様と共有させていただいております。そしてロシアプーチン政権によります大義も正義もない今回のウクライナ侵攻は、力による一方的な現状変更でありまして、到底許されないということであります。その上で本日のニュースをお伝えさせていただきます。まずはニュースを読んでまいります。イギリスのボリス・ジョンソン首相が7日、与党保守党の党首を辞任すると表明した。次の党首が就任する秋までは首相にとどまる方針。党首選は今夏に行われる見通し。ウクライナ支援揺るがず、辞意表明のイギリス首相が伝達。ジョンソンイギリス首相は7日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、ウクライナに対するイギリスの支援は揺るがないと強調した。ジョンソン氏はこれに先立ち辞意を表明している。両政府がそれぞれ発表した。ロシアによるウクライナ侵攻後、ジョンソン氏はゼレンスキー氏と連日のように電話会談を重ね、4月には国連安全保障理事会常任理事国首脳としては侵攻後初めて首都キーウを訪問。対ロシア制裁でも主導的役割を果たしてきた。このように報道されております。ジョンソン首相はですね、日米との関係をかなり強化してきた背景がありました。また TPP の加盟ということにも熱心に取り組んできた経緯があったと思います。ジョンソン首相のですね、外交方針は日本との関係強化、対中政策への日本アメリカクアッドとの連携という、そうした意味におけるこの外交安全保障という意味合いにおいては、そのジョンソン首相の外交方針、存在感は際立っておりまして、日本にとっては日米同盟以外でも日本とイギリスの関係強化という流れも作ってきたジョンソン政権ということもありまして、ウクライナ情勢が長期化し台湾有事なども懸念される情勢において、ジョンソン首相の辞任は日本の外交安全保障にとっても今後影響が出てくる可能性があると思います。ウクライナ情勢、対ロ政策、対中政策などの外交政策、安全保障政策において日本から見てもですね、力強い存在であっただけに、ジョンソン首相の辞任後、今後イギリスがどのような外交安全保障政策、そうした面において方向性を示していくのか、今後ですね、イギリスの対応というものは冷静に見極めていくことが重要であると思います。そして今回のジョンソン首相の辞任というのは、ウクライナのゼレンスキー政権にとっても懸念される事態であると思われます。ウクライナ支援ということにおきましては、アメリカのバイデン政権と綿密に連携し進めてきたイギリスのジョンソン政権、ジョンソン政権退陣後もイギリス、アメリカ、欧州のウクライナ支援は継続すると見られてはいますが、それでも何かしらの変化があるのかどうか、ここはですね、今後のウクライナ情勢ということを見極めていく上で大きなポイントとなってくると思われます。そうした中、ウクライナ支援はイギリス政界の与野党一致した姿勢でもあるため、次のですね、イギリスの首相の外交安全保障政策がどうなるのか、こうした点は注目されると思います。そして今回のイギリスのジョンソン政権の退陣は、与党保守党の党首を変える動きということでありますので、労働党などの野党に政権交代する兆しはないということであります。したがって政策、特にですね、外交や安全保障政策などの重要な政策というのは、その基本というものは継承されると思います。いずれにいたしましても、ジョンソン政権が内政問題でですね、つまずいたということはあったと思いますが、ウクライナの平和、国際社会の平和を守ろうとしたジョンソン首相の外交姿勢と業績は、その業績として評価されるものだと思います。こうした中、ウクライナ情勢は東部において長期化の様相を呈しています。そうした中で西側諸国による軍事支援で、ウクライナの防空システムは今後徐々に向上していくことが予想されます。アメリカ国防省は1日、ウクライナに対しまして、高性能の防空ミサイルシステム、国家高度地対空ミサイルシステム2基を含む8億2000万ドル、約1110億円の追加軍事支援を行うと発表しております。またドイツのショルツ首相は、ウクライナに防空システムを供与すると表明しています。またイギリスは6月29日、ウクライナに10億ポンド、約1660億円の追加軍事支援を行うと発表し、高度な防空システムやドローン、電子戦装置などの購入に充てられるとしています。
こうした防空システムが今後導入され機能し、ロシア軍の長射程兵器を今以上にウクライナ軍が防ぐことができるようになってまいりますと、ロシア軍は接近戦ということに作戦を取らざるを得ない情勢と直面する可能性が高まると思います。ですので今後ウクライナへの西側諸国の支援により、ウクライナの防空システムを拡充し、さらにハイマースや M270 などでロシア軍の兵站後方を叩き、ウクライナ軍がロシア軍との接近戦に持ち込めるという情勢を作り出すことができますと、ウクライナ軍にとってそうした情勢というのは有利に働いてくる可能性があると思います。ただそうした情勢をウクライナ軍が作り出すためには、西側諸国の支援、ウクライナ軍への訓練などが必要でありまして、今回のジョンソン首相の辞任などの影響を受けて、そうしたことが想定されていたよりもさらに時間が必要になる可能性もあると思います。ですのでそうした情勢が今後ウクライナ情勢にどのような影響を及ぼしていくのか、ここはですね、冷静に見極めていく必要があると思います。他方、西側の武器がウクライナ東部の前線に投入され始めて効果を出し始めているのも事実だと思います。ウクライナ東部の工業地帯ドンバス地方を形成するルハンシク州全域を掌握したロシア軍がドネツク州制圧を目指して兵力を指向する中、西側諸国から供与された長距離砲やロケット砲が順次戦線に投入されており、ウクライナ軍の反撃が始まろうとしている。ロシア東部ドネツクに戦力集中、米欧支援、早期制圧困難化。ウクライナ東部ルガンスク州を制圧したロシア軍は6日、完全掌握を狙うドンバス地域、同州とドネツク州のうち残るドネツク州に戦力を集中させる動きを強めた。米欧はウクライナへの武器支援を加速させ、今月中に高機動ロケット砲システムが追加配備される見通し。同州の親ロシア派は戦況を容易ではないと分析し、短期間での制圧は困難との見方を示した。イギリス国防省は6日の戦況分析で、ロシア軍の部隊がドネツク州の主要都市スラビャンスク北方に位置しているとして、同市がドンバスでの戦闘における次の主戦場となる可能性があるとした。このように報道されております。すでにウクライナ東部最大の要衝スラビャンスクをめぐる攻防が始まっておりまして、ここの攻防がウクライナ東部の趨勢を大きく左右すると思われます。ここでウクライナ軍が膠着状態に持っていければ、ロシア軍はウクライナ東部ドンバス地方完全制圧が困難になると思われます。反対にこのスラビャンスクをロシア軍に制圧されますと、ウクライナ軍はウクライナ東部から後退を余儀なくされ、ロシア軍はさらにスラビャンスクを拠点にウクライナ首都キーウなどへの再侵攻を行う可能性ということも指摘されております。そうした情勢下、次のような報道がされております。ロシア軍攻勢再開へ昇級し、アメリカ機関分析。ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、アメリカシンクタンク戦争研究所は6日付戦況リポートで、ロシア軍が現在地上部隊の前進を一時停止させているものの、これは停戦の兆候ではなく、さらなる戦果を得るための体制再建作業をしているからだと分析した。戦争研究所によると、ロシア国防省は2月24日の侵攻開始後に毎日新たに占領した地域を発表してきたが、7月3日の東部ルガンスク州リシチャンスクの制圧後はそうした発表をせず、各方面への攻撃も限定的な規模にとどまっている。戦争研究所はロシア軍が攻勢の再開に向け補給や部隊整備のための作戦上の小休止を取っていると分析した。 NATO 首脳会議が開かれたマドリードで、ジョー・バイデンアメリカ大統領は6月30日、50カ国以上がウクライナに14万機近い対戦車システム、600両以上の戦車、500機近い大砲システム、60万発以上の砲弾、さらに最新の多連装ロケットシステム、対艦システム、防空システムを供与することを明らかにした。バイデン氏は大統領就任以来、約70億ドルに達した対ウクライナ安全保障支援に加え、最新の防空システム、ネイサムスを含め新たに8億ドルを支援する。7月中旬までに8機が配備される、アメリカ M142 高機動ロケット砲システム、ハイマース、射程約70キロメートルの一斉射撃は、精密誘導爆弾を搭載した攻撃機による空爆に匹敵する破壊力を発揮するという。イギリスもドイツもそれぞれ3機の多連装ロケットシステムをウクライナに供与する。イギリス王立防衛安全保障研究所 RUSI のワトリング氏、ウクライナの勝利は可能だが、そのためには国際的な支援が不可欠だ。それがなければウクライナは消耗して経済的に疲弊するか、
数年に及ぶ長期的な戦争に巻き込まれるかもしれない。ウクライナへの効果的な支援には提供される装備の合理化とプラットフォームと軍需品の標準化、適切なメンテナンスが必要だ。こうした情勢から今後ウクライナ東部情勢は長期化することが考えられると思います。今後ウクライナ軍として重要なのはロシア軍の兵站拠点を攻略していくこと、ウクライナ軍が地上作戦で攻撃に転じるため歩兵技能の大規模訓練、ウクライナの旅団師団計画の支援、今以上の機動力というものを西側諸国が提供すること、特にウクライナ軍歩兵技能の大規模訓練は重要になってくると思います。イギリスのウォレス国防相は6日までにイギリス国内で訓練するウクライナ軍兵士の第一陣が到着したと明らかにした。ウォレス氏は声明でウクライナ側の要望に沿って訓練の規模を拡大し頻度も引き上げるとし、ロシアに対抗するため支援を続ける意向を示した。イギリス議会のウェブサイトに公表された5日付の声明によると、ウクライナ軍兵士は数週間にわたり武器使用や救護などで基礎的な訓練を受ける。対象は新兵1万人に上る見通し。ジョンソンイギリス首相が6月中旬にウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領に訓練実施を提案していた。東、南部反撃へ部隊強化。ウクライナ、イギリスで1000人以上訓練。ウクライナ軍のフロモフ准将は7日、首都キーウでの記者会見で、イギリスで1000人以上の兵士が訓練を受けていると明らかにした。ドイツでも他国から供与された兵器の取り扱い訓練を最近終えたという。ロシアが攻勢をかける東部や南部での反撃に向け、軍部隊の体制を強化する構えだ。このように報道されております。こうしたイギリスによりますウクライナ軍への訓練がジョンソン政権退陣後どのようになっていくのか、ここはですねポイントになってくると思います。こうした中トルコの動きということが報道されております。ウクライナが盗難穀物を積載していると主張していたロシアの貨物船がトルコ北西部カラスコ沖の黒海海域を離れロシア領海内に戻ったことが分かった。トルコ筋が7日 AFP に明らかにした。船舶の位置情報などを提供するウェブサイトマリントラフィックによると、貨物船ジュベクジョリはカラス港から少なくとも20キロ離れた後、追跡を可能にするトランスポンダー応答機のスイッチを切り所在をくらました。トルコ筋は貨物船はロシア領海に入ったもののまだどこにも入港していないとしている。ウクライナ側は同国から接収した小麦を積載した貨物船がロシアが占領するウクライナ南部のベルジャンシク港を出港したと主張していた。ロシア側はウクライナ政府資産の国有化を進め、地元農家からは穀物を購入すると表明している。北大西洋条約機構 NATO 加盟国でありながらロシア・ウクライナ両国との関係維持に努めているトルコは事態の打開を探っていた。貨物船の乗組員は匿名でロシア国営タス通信に対し、金銭的な損失を回避するため積載している穀物を他の船舶に積み替える予定だと語った。トルコ政府は貨物船がカラス沖に先週到着して以降公式な声明を出していなかった。ウクライナ外務省は声明でウクライナからの要請を無視して貨物船は7月6日に解放されたとの失望感を表明するとともに、駐ウクライナトルコ大使を外務省に呼び貨物船解放についての説明を要求した。このように報道されております。この報道でトルコの対応はロシア寄りなのではないか、ウクライナに不利に働くのではないかとの見方分析が多くありますが、そう判断するのは少数だと思います。今回の一連の報道を振り返り、そして細かく見てまいります。そもそもロシア側は次のように明らかにしていました。穀物7000トン積載の船ウクライナ南東部から出港、新ロシア派。ウクライナ南東部ザポリージャ州のロシアが支配するベルジャンシク港から穀物7000トンを積載した貨物船が出港した。ロシア政府が指名した地元当局者が6月30日明らかにした。地元の新ロシア派当局トップエフゲニー・バリツキー氏はメッセージアプリのテレグラムで、最初の商船がベルジャンシクの港を出発した、穀物7000トンが友好国に向かっていると述べた。このように報道されておりました。その後ロイター通信によりますと、ウクライナ政府は7月1日盗まれたとみられる穀物を積んだロシアの貨物船を黒海で拿捕するようトルコ側に要請していました。トルコはですね、ウクライナ政府の要請に応じる形でロシア側の貨物船を拿捕し、そして今回解放したとみられます。ただしこの貨物船を拿捕したということに関しましては、ロシアは同船が拿捕された事実を否定しており、
トルコも公式には打法を認めていないという報道もあったということであります。この一連の報道の中でポイントは2つあると思います。今回のロシア側の貨物船の乗組員は匿名で、ロシア国営タス通信に対し金銭的な損失を回避するため積載している穀物を他の船舶に積み替える予定だと語っていることから、ロシア側は今回穀物のですね、積み下ろしができなかった可能性が高いということだと思います。ポイントの2つ目は、拿捕されたロシア側の船の穀物などのウクライナへの引き渡しなどはありませんでしたが、その後トルコにより解放されたロシア側の貨物船は黒海海域を離れロシア領海内に戻ったことが分かっています。つまりボスポラス海峡は通過できていないということだと思います。つまりロシア側の貨物船は穀物の積み下ろしができず、ボスポラス海峡は通過できなかった可能性が高いということだと思います。ロシアとしては今後積載している穀物を他の船舶に積み替える予定としておりますが、たとえ穀物を他の船舶に積み替えたとしても、その船舶に対しまして再度ウクライナ政府がトルコに通報し拿捕を要請すれば、今回と同じことの繰り返しになる可能性があります。ではそうした情勢になったとして、今度はロシアがそうした穀物をバルト海から輸送しようとしても、現状リトアニアがロシア・カリーニングラードの地域に対する欧州連合 EU の制裁対象となっている貨物を積んだ列車の国内通過を禁止する措置を取っている情勢がありますので、バルト海から輸送するというのは難しい情勢があると思います。こうなりますとロシアとしては北極海航路沿いにあるロシアのムルマンスク港から回って船で輸送するという方法もありますが、課題なのはエジプトがロシア船の寄港を拒否しているということがあります。こうなってまいりますと、ロシアはシベリア鉄道を使いウラジオストクまで陸路で運び、そこから海上輸送という方法も考えられますが、これはですね、ロシア側としては時間とコストがかかりすぎるということになると思います。そうなってまいりますと、ロシアとしては南部カスピ海まで陸路で運び、イラン、イラク、シリアなどを通じて運び出すという方法もありますが、こうした手法を取った時に、そのことがもし国際的に明るみになった場合にですね、ロシアに対します国際世論の批判の高まりというのは避けられないように見えると思います。つまり今回のトルコの対応で見えてきたことは、ロシアプーチン政権は依然ですね、黒海から地中海へのシーレン、海上輸送をめぐる情勢の変化に直面しているということ、フィンランド、スウェーデンの NATO 加盟がほぼ確実となったことで、バルト海の NATO の湖化と言われる中でのバルト海から大西洋へのシーレンの情勢の変化、この2つの国際情勢の変化には直面し続けているということだと思います。トルコとしましては、ウクライナが盗難された穀物を積載していると主張していたロシアの貨物船を拿捕し、ウクライナに配慮する姿勢を見せつつ、その貨物船を解放することでロシアに対しても一定の配慮を示し、その上でボスポラス海峡を通過させないということで、トルコの存在感をウクライナ、ロシア両国に示したということなのではないかと思います。こうした中、次のようなニュースが報道されております。ウクライナ軍、ズミーニー島でのウクライナ国旗を掲揚。オデーサ州軍行政府長官顧問のブラッチューク氏は7日、ウクライナ軍がロシア軍から奪還した黒海のズミーニー島にてウクライナ国旗が掲揚された様子を写した写真を公開した。ブラッチューク氏がテレグラムチャンネルにて伝えた。ブラッチューク氏は、ズミーニー島、オデーサ州イズマイール地区ビーレ町にウクライナ国旗が設置されたと書き込んだ。同氏はまた、国旗にウクライナ国防省情報総局、覚えておけ、ロシアの軍艦よ、ズミーニー島はウクライナだと書かれており、またマルチェンコ・オデーサ州軍行政府長官の署名も入っていると伝えた。このように報道されております。ロシアプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵攻は力による一方的な現状変更でありまして、到底許されません。このウクライナ戦争は自由民主主義、基本的人権の尊重、法の支配を守り、ウクライナの平和と国際平和を守ろうとする西側諸国とロシアプーチン政権との対峙ということでもあります。ここで G7 や EU、 西側諸国は再度長期化の様相を呈しているウクライナ情勢への対応で団結する必要があると思います。そして日本も憲法改正や防衛力強化など真剣に考えるべきタイミングに来ていると思います。ありがとうございました。
この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。